Hello, 皆さんこんにちは。今回は Japan Blog Episode 2です。 Episode 1は鎌倉からの Work from Home というところを中心にお届けしましたが、今回はいろんなところに遊びに行ったり、美味しいものを食べたりしてます。ぜひ楽しんでください。京都に来まして、さっき着いたんだけどディナーを食べに来ました。今日はあの一心っていう、東京の代官山にもあるんだけど、そこでちょっと軽くご飯を食べて、で友達がおすすめしてくれたバーにその後行こうかなと思ってます。でも明日も仕事で朝がすごい早いので、ちょっともう軽くパパッと食べてパパッと飲んでホテルに戻りたいと思います。セッセッ拍手、はい、はい、ありがとうございます。ございます。今日は今から蔵前に行ってきます。友達に会いに行ってきます。いただきない塩で食べた。いただきます。確かになんか日本が3本ぐらい出てきた気がする。私こんなに天ぷら美味しいの食べたことないかも。いいよね。美味しい。すごいね。甘い。ね、もっとすごいよね。いや、もうすごいね。いただきます。もうちょっと硬いかな。ちょっとすごいね。うん、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 うん
っち熱い、熱い。うん、ナスの天ぷらが一番好きかも。あ、ほんと、美味しいよね。ナスって油物だよね、油物に合うよね。いただきます。ドアップでプロ、いただきます。しじみ、クリするほど美味しいね。コスドがシトラス感のあるちょっとレモンキャンディとかレモンティーのような感覚で飲んでいただけるものでしたり、もしベリー系がお好きでしたらケニアでしたり、私はいけるスーパーター。